ース2号艇中村もいいスタートです。まず1周の1幕インから先頭は1号艇の向井、さす2号艇の中村、握っていく5号艇の山川、ブイルは6号艇とかし、そして4号艇運のゆかりでバックスレッジ、トップ争いは逃げる1号艇向井、差してきた2号艇の中村、1号艇2号艇が並走、3番手争いは5号艇山川が2停止リードか、スタートは正常。1周の2幕2号艇中村桃香がトップターン、突っ込んできた6号艇富樫が若干壁になった1号艇向井は少々流れて後退か、先頭争い抜け出しました2号艇中村桃香が6停止のリード、2番手争いは向井の内側から5号艇山川が逆転して2番手1停止リード、3番手争い外1号艇内6号艇でこれから2周の1幕です。2周の1幕2番手争い5号艇山川がウィリは握っていく1号艇向井美鈴は2停止差の3番手か、上位の体型は2番5番1番の順で各艇がスリットラウトを取ってこれから2周の2幕です。2周2幕先頭で2号艇の中村桃香です。2番手で回っていく5号艇山川美幸の懐を狙う1号艇向井ですが2番手か、2番手は5号艇の山川、3番手で1号艇の向井、上位の体型は2番5番1番、2番手3番手の定間は1停止半から2停止差となっています。各艇が時計前を通過してこれから最終周回の1幕です。最終周回の1幕2番手握って回っていく5号艇山川、3番手1号艇向井に今度は内側から6号艇富樫玲香が迫ってきたか、3番手1号艇向井のリードは現在は1停止半差か、3連単2号1なら 44.4 倍で2号6ですと 61.2 倍となります。これから最終コーナー、頂点は3番手争い1号艇向井から回る全速戦6号艇富樫が向井をかわして2番5番6番でゴール、1着で2番の中村桃香ゴールイン、2着5番の山川、3着で6番の富樫がゴールイン、後方1番の向井、4番の運のラストで3番の中里がゴールイン。5コース5号艇水野がいいスタート、3コースからマークル3号艇金田由紀子、マークリ雑誌の展開、5号艇の水野握っていく6号艇の金田、内側インから残しに行く1号艇平田さやかでバックスレッジ、突破争いは仕掛けていった3号艇の金田、マークリ雑誌できた5号艇水野、5号艇3号艇並走、スタートは正常。1周の2マーク5号艇水野のぞみがトップターン、打ち切り込む3号艇金田2番手か、3番手争い6号艇金田はやや波に引っかかって後退しました。3番手は現在1号艇平田さやかが2停止リード、上位の体型は5番3番1番の順でこれから2周の1マークです。2周1マーク先頭で5号艇の水野のぞみ、2番手で3号艇金田ゆきばくりや、3番手で回っていく1号艇平田さやか、内回す2号艇西村、外を回す4号艇大山は4番手争い、上位の体型5番3番1番の順で各艇がスリットラを通過してこれから2周の2マークです。2周の2マーク先頭で5号艇の水野、2番手で3号艇金田が回っていきます。3番手1号艇平田さやかに対して握っていく4号艇大山千尋、大山が差を詰めて3番手1号艇平田のリード、現在は3停止差となっています。上位5番3番1番で時計前へ、これから最終周回の1マークです。最終周回の1マーク焦点は3番手争い、1号艇平田さやかから回っていくところ、内を狙う4号艇大山の差しは届かずの4番手、上位の体型は5番3番1番、3連単の531、384.1 倍、534でも 250.9 倍となります。これから最終コーナー、先頭で5号艇水野のぞみがクリア、最後の直線、2番手3号艇の金田、3番手1号艇平田さやかの5番3番1番、1着で5番の水野のぞみがゴールイン、2着で3番の金田、3着で1番の平田がゴールイン、後方4番の大山、2番の西村、ラストで6番の平田がゴールイン。第5レースが終了です。5号艇水野のぞみ選手の勝利となりました。5レース1着5番、2着3番、3着1番で確定しています。